続きましてイギロドリコさんにお願いいたしますイギさんはブラジルサンパウロから10歳の時にご家族と共に来日されましたイギさんもゼロから日本語を習得され高校へ進学白血病のため7ヶ月間の闘病生活を経て大学へ進学されました現在は愛知県豊田市立保美中学校で英語の教員として勤務されています 本日はご自身の体験に基づいてお話しいただきますそれでは江木さんよろしくお願いいたします江木さん皆さんこんにちは眠たいですか <laughs> え私はイギ・ロドリゴと言います、えー スライドにも出てますが愛知県の豊田市立ホ美中学校で英語の先生をしておりますこんなにも素晴らしい舞台で話す機会を与えられてとても嬉しく思います実は4年前学生だった時もここで話をさせてもらいました怖いもの知らずだったこともあり今ほど緊張していなかったように思います大人になるとビビりになってしまうものですねでも とても楽しみにしていました貴重なチャンスに感謝しています本日は自分の経験から3つの話をさせてもらいます1つ目の話は言葉です日本語能力ゼロで来日をしました1996年のことです完全に怖いもの知らずの度を超えています小さな小学校の4年生というとすでに 人間関係ができており転校生は部外者毎日訪問客の感覚でした2020年ここでオリンピックが開催されます旅行者に対しておもてなしが歌われています残念ながらあの頃私はあんまり優しくしてもらえませんでした初めは 人気がありましたが何も返答できず知らないがためにルールを破り続け勉強が全くできない私は徐々に嫌われ仲間外れにされいじめられましたまさに外の人外人でした友達は写真に写っている弟のアンドレだけでした日本語を覚えるのはとっても大変です なんで文字が3種類もあるんだなんで話す相手によって話し方が変わるんだなんで話す言葉と授業で使われている言葉が違うんだなんで右から左へ読んでいくんだもう日本語は難しすぎます赤ちゃんが日本語を覚えられるのが不思議で仕方ありません私は相当苦労しました2年すると私は 日日常会話話の日本語が話せるようになりましたするとそれまで暗黙の了解で勉強できなくて当たり前だよなっていうような雰囲気がなくなっていきましたテストで悪い点を取るとバカじゃんこんなのもできんのかといったことを言われるようになりましたペラペラなのにテストができないのは勉強をサボっているからなんだろうか確かに必死にやっていたとは言い切れませんが サボってはいなかったと思います話せるのに授業がさっぱりわからないなんでみんなが当たり前のように分かっていることが僕にはわからないんだ私は五年近く違和感を感じながら過ごしました数年後自分なりの答えを見つけ出しました私は家に帰ると父親はポルトガル語の新聞や雑誌を読んでおり母親はブラジルのドラマを見ています 二人の会話はポルトガル語で話す内容は工場での出来事や週末の買い物のことです一方で日本の子供たちは家に帰れば本棚に本が並べられており新聞が置いてあります親は日本語の新聞を読み政治経済最近の凄まじいニュース高校の話をします宿題に困れば親が手伝うことも可能です家の中でも 子供の能力が上がが上っていくことが期待できます親の会話自体が現代社会の事業です外国人の子どもの家庭に戻りますとその親は日本の社会のこと政治経済にはもちろん精通していません宿題を手伝うことは滅多にできる親もいません精神的なサポートができても学習面高校や進学についての情報など親の助けが期待できないため 外国人人の子供は一人ぼっちです言葉を覚え,る覚える大変さはここからも生まれてくるような気がします学校には情報源としての大事な役割が委ねられていると思います私は中学校で毎週漢字のテストをする前田先生という先生に出会いましたそのテストで満点を取ると黒板の端っこに名前を書いてもらいましたこんなにも 小さなシンプルなきっかけのおかげで私は漢字学習に力を入れることができました名前を書いてもらったら先生に褒めてもらえるそして仲間たちからもロド君すごいと認めてもらい外人の私が仲間に入る許可を与えられると思いましたそうすれば外人ではなく一人の人間としてのロドリゴを見てもらえると信じていました あの時に漢字をきちんと学んでいなければ私は高校進学も大学進学もできなかったと思います前田先生はこんなことも言ってくださいました日本でやっていく可能性があるなら漢字ができなきゃ今後ずっと勉強についていけないロドの未来はなくなる別にロドがブラジル人であることは何もマイナスな要素ではない私は日本語を覚え ブラジル人としてこの国で頑張りたいと思えた瞬間でした物事をはっきり言わない日本文化であるからこそきちんと話せなければ勘違いされ受け入れられるどころか拒否されてしまいかねません中途半端にしか話せないと結局のところいつまでも外国人っていう目でしか見られなかったと思います言葉の大切さを教えブラジル人の私にも 日本で成功できることを教えてくれたあの前田先生に心から感謝しています。日本語を覚え日本人に認めてもらえれば外人が仲間に入る許可を与えられると思っていたあの頃の気持ちは今も生き続けています。一人の人間としてロドリゴを見てもらえるようになった今だからこそより言葉の力を強く感じます。英語の先生 言葉の先生になりたいと思ったのはここに原点があるのかもしれませんはっきり物言ってくれない文化暗黙の了解だとか建前だとか分かりにくい文化を持つこの国こう言ってしまうと日本嫌い人間みたいに聞こえてしまいそうですが私はここが好きです好きだからこそ変えたいところがたくさんありますし変えたいからこそ先生になりました次の話は 人についてです。人は出会いや経験でできていると思います。私は貧しい生活を長年強いられました。そのため、日本に来ることになりました。この写真はブラジルのパラナ州という州の田舎のところに住んでいた頃の写真です。ですから、なんとなくレベルは違いますが、アフリカの人たちの気持ちが想像できると思います。 私と弟を健康に育てて大学へ行かせるための親の工場での苦労とお金を何とかするための戦いを見てきましただから私はブランド品や贅沢には特に興味はありませんそれが私の経験してきたすべてのことの結果だと思います逆にブランド品や贅沢に目がない方がいてもそれもいいと思います そそれがののの人の持っている経験の結果ですから親の育て方、育った環境、出会った人、これまでに読んだ本、見てきた映画、私たちは多くのことを自分の経験として持っています。片親しかいないとか、親が相手してくれず、寂しい思いをしてきたとか、兄弟が多くなかなか贅沢できなかったとか、引っ越しが多かったがために親友と呼べる人と出会えなかったとか。 すすべてのの経験がその人を形成します自分ならこんなことしないけどなと思うようなことはあると思いますそれでも今までの経験によってその人の行動が決まってきます見下すのではなく侮辱するのでもなく決していじめるのでもなくこの人はなんでこんなことをするんだろうとちょっと立ち止まってみるといろいろなことが見えてきます自分の力だけで 自分の力だけではどうにもできなかったということもあると思います。これからやってくる外国の方をただの労働力としてみ見てしまうと間違いなく不満が生まれます。トラブルが起きます。そして双方から愚痴が出てしまいます。それらを避けるためには人の行動の裏にある背景を想像しチャンスを与え認めてやる。先ほどお話にもありましたが 国籍には関係なく大人もチャンスが欲しいし夢を持って頑張ろうとしている一人の人間として頑張りを見てもらいたいというのは大人も同じだなとちょっと大人になった今なら分かります3つ目の話は夢と目標についてです高校1年生の時病に襲われました生存率50%と言われながら 白血病で入院しました。入院が一日でも遅れていたら間に合わなかっただろうと医者は言っていました。病院に行きたがらない私を父親が無理やり連れていかなければどうなっていたのかわかりません。抗がん剤治療を繰り返し、毎日嘔吐に襲われ、髪の毛は抜け落ちました。 自分なら大丈夫と信じつつ正直不安な気持ちが大きかったです何とか耐え切って7か月間の入院を得たあと家族のもとに帰ることができました私は今病気に感謝しています病気は 私の人生を変えてくれました入院したことによって私は留年しました初めは留年をひどく嫌がりましたが留年こそ運命を変えてくれました私は愛知県立大学の英米学科の卒業生です私が大学受験をした年はこの愛知県立大学の英米学科の推薦入試が始まった年とぴったり重なりました これだけでも運命を感じましたが実は愛知県の教員採用の国籍条項がなくなりブラジル人の私でも教師になれることになったのもちょうど私が採用試験を受けた年です採用試験のために長いことこの生活を続けたら必ず死ぬぞというほど勉強しましたなんだか罰が足たりそうなほど物事がうまく転がり 現役でで合格することができました私はもともとできる人間ではありませんやりたいことがありそのために戦った結果が合格というトロフィーの結果につながったと思います入院中は死についてではなく退院後の自分を待っている人生についてたくさん考えることができました先生になるという目標もこの時期に生まれました まさか自分がいつか先生になれるとは来日当初は想像もしていませんでした周りの人たちも先生たちも両親も誰も想像できなかったと思います死と直面したあの入院がそのきっかけになるなんて皮肉にも聞こえそうですが事実です振り返ってみるとすべての出会いと経験が今につながっています マイナスな経験は人の目を覚まし今の幸せや課題に気づくきっかけとなります試合に勝ち続けるチームは今の課題に気づけなかったりするが負けたチームは反省し悔しがり成長していきますマイナスな経験は決して悪い経験ではないかもしれません特に一生懸命生きている中での経験ならなおさらです目標があれば それを達成する原動力にしかなりません私にとって教師になるという目標が原動力でした今の自分に満足していないのであれば今の生き方に違和感を感じるのであればそこで立ち止まるのではなく目標夢好きな生き方を追い続けるべきだと自分に言い聞かせています入院した日に父親から忘れられない言葉を言われました その言葉を残して話を締めたいと思います。私たちは耐えられる試練しか耐えられない。私はこの言葉を忘れたことがありません。人はいざとなったらすごい力を発揮できるために小さな壁をたくさんたくさん経験しているんだと思います。私もそうでした。大きな壁が立ちはだかったときのために それまで言葉の壁にぶつかり、漢字に苦しみ、いじめにあったんだなと、今ならはっきり分かります。これからも自分を勇気づける言葉として、今後も伝えていくメッセージとして大事にしていきます。私たた。ちはええらられれる死にししか与まません。ごありがとうございました ありがとうございました。